主因船主因船は16世紀末から17世紀初頭にかけて日本の支配者の主因状を得て海外交易を行った船を言う。主因状を携帯する日本船は当時日本と外交関係があったポルトガル、オランダ船や東南アジア諸国の支配者の保護を受けることができた。南北朝時代や戦国時代には九州、瀬戸内海方面の武士や海賊が中国、 朝鮮沿岸を荒らし回り、和光と恐れられた。16世紀後半になると、ポルトガル船が日本に来航するようになって海外への関心が高まり、東南アジア方面にまで進出する日本人も現れた。天下統一による統一政権が日本に生まれると公益統制の必要性が発生し、近世で初めに統一政権を樹立した豊臣秀吉は日本人の海外公益を統制し、 和光を禁圧する必要から、1592年に初めて衆院状を発行して、マニラ、アユタやパタニニなどに派遣したとされるが、この時のことはあまり資料がない。関ヶ原の戦いで全国統一した徳川家康は、海外交易に熱心な人物で、1600年分後の海岸に漂着したオランダ船の航海士、ウィリアム・アダムスや、 ヤンヨーステンラを外交顧問として採用し、ガレオン船を建造させたほどである。1601年以降、安南、スペイン両マニラ、カンボジア、シャム、パタニなどの東南アジア諸国に死者を派遣して、外交関係を樹立し、1604年に衆院船制度を実施した。これ以後、1635年まで350隻以上の日本船が衆院場を得て海外に渡航した。 主院船は必ず長崎から出港し、寄港するのも長崎であった。なお、名は日本船の来航を禁止していたので、主院船渡航先とはならず、朝鮮との交易持つ島藩に一任されていたので、主院状は発行されなかった。家康の収目的は、焚き物の溶剤に使用するキャラの入手で、特に極上とされたキャラの買い付けに絞っていた。 17世紀初頭の主ン宣貿易のルート、安南当時のベトナムの正当な王朝、霊朝を擁立していた、ハノイの帝氏政権である。東京とも言う、高鎮当時実質的に中部ベトナムを領有していた、笛の原始政権のこと。その主な公易港はホイアン及びダナンであった。戦場ベトナム人勢力によって、現在のベトナム南部の一軍に押し込められていた。 シャンパ王国である。シャムタイのアユタヤ王朝である。アユタヤには大きな日本人町が形成され、山田長政が活躍する。アユタヤからも交易船が長崎に来た。関保祭目根下流域のうどんを主婦とするカンボジア王国である。太ロマレー半島中部東海岸のマレー系パトニ王国である。当時は女王が支配し、南シナ海交易の要衝であった。 ルソンスペインの植民地ルソン島である。主婦マニラが新大陸とのガレオン戦貿易の要項で、中国船の来航も多かった。高砂後ジゼランディア城を拠点に、オランダが支配していた台湾である。台湾も中国商船との出会いの場であった。いずれも赤道以北に限られていた。渡航先集計によると、高賃で最も多く、シャム、ルソン、安南と続く。 商人もとも数が多く、記録に残る限り65名、さらに夫人2名、琉球出身者1名を数える。代表的な人物は、京都の豪商である、門倉良医茶屋、白二郎、大阪の末洋島合左衛門、長崎の末継平蔵らである。大名九州の大名ら10名を数える。島津忠恒松浦重信、有馬春信、細川忠興、 鍋島勝重、加藤清正、亀井これのり後藤玄宮美竹中重都松倉重真らである武士長崎の村山人しや境の今井宗君大阪と平戸の武士4名にも主印状が与えられている秋人日本在留の民国商人11名にも主印状が発行された民は中国人の日本渡航を禁止しておりこれら中国人は 密貿易で捕らえし、在住するものであった。著名なものとしては、福建の海賊、リタンがいる。欧州人、ウィリアム・アダムス、ヤン・ヨーステンら日本在住のオランダ人、イングランド人、ポルトガル人12名にも発行された。主因船に乗り組むのは、船長以下、安人航海士、客将一般乗り組員らであるが、とりわけ航海士には、中国人、ポルトガル人、 スペイン人、オランダ人、イギリス人が任命されることが多く、一般の陸民にも外国人が入った。もちろん日本人もいた。東南アジア諸国へ赴く、主因船の多くは中国産の木糸や絹の輸入が目的であった。日本でも絹は古代から産出したが、中国産に比べると品質が悪く、太平の世の到来で高級医療である中国絹に、 対する需要が増大したためである。他方、かつてはこうに苦しんだ民は、日本船の中国入港を禁止しており、朝鮮の役で敵対国となってからはなおさらであった。民は、中国商船の日本渡航も禁止していたが、これは徹底せず、密かに来航する中国船もあったが、日本側の旺盛な需要を満たすには十分な量では、なかった。このため、民国関係の監視が及ばず、 中国商船は合法的に来航できる東南アジア諸行で日本船との出会い貿易が行われたのである。中国製品以外にも武具に使用されるサメ川や鹿川、砂糖など東南アジア産品の見返りとして日本からは銀、銅、銅銭、硫黄、刀などの工芸品が輸出された。当時中国では銀が不足していたため主因船の主要な交易相手である。 中国商人は銀を欲した。しかも当時、日本では岩見銀山などで銀が生産されており、決済手段として最も適していた。ベトナムなどには日本の銅線も輸出された。末継船復元模型1、10スケール主因船として用いられた船は、初期には中国式のジャンク船が多数であった。後には、末継平蔵の末継船や荒木宗太郎の、 荒木船に代表されるジャンク船に、ガレオン船の技術やデザインを融合させた、独自の小船が登場し、各地で製造され運用されることとなる。それらの船のサイズは、大抵500から750トンであり、乗組員はお,およそ200人であった。また、東南アジア貿易が盛んであった時には、木材の品質もよく造船技術も優れていた。シャムのアユタヤで、大量の船が注文。 購入された。主院船1620年代になると、衆院選が東南アジア地域の紛争に巻き込まれる事件が多発した。また、幕府の禁教令を背景にして、キリスト教カトリックの宣教師は、不況の拠点を東南アジアの日本町に移すようになり、衆院選を利用して、日本人のキリスト教徒や司祭を日本に送り出す、戦術を取るようになった。 このような観点を踏まえつつ、江戸幕府は、東南アジア地域の紛争の悪影響の回避と、キリスト教の流入の防止の観点から、貿易の管理と統制を強化することを余儀なくされるようになった。徳川秀忠が没し、徳川家光の申請が始まると、幕府は、シナ海、東南アジア方面との中継貿易の管理と、統制の拠点であった長崎の整備を進めていくことになった。 1633年以降、長崎奉行は二人の旗本から任命されることとなり、幕府は奉行が長崎に赴任するときに奉行の職務を定めた通達を出した。1633年の通達では、宝書船以外のところや、東南アジアに5年以上永住している日本人の帰国を禁止した。1635年の通達では、すべての日本人の東南アジア方面への 海外渡航と帰国が全面的に禁止され、その結果、衆院選貿易は週末を迎えた。この措置によって、東南アジアで衆院選と競合することが多かった、オランダ東インド会社が莫大な利益を得、結局は欧州諸国としては唯一、出島貿易を独占することになる。ありがとうございます。